はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、メルペで2500ポイント集めてみたということで、まあ今現在メルペもこういったキャンペーンを今やってるので、まあ早速2500ポイント集めてみたいなと思って、今回実写の動画を踏まえて解説をしていきたいと思います。はい、それでは早速今回は紀ノ国屋さんにまず来ました。そしてアルフォンを買って帰ります。今回僕が購入したのはユニクロでジャージとインナー、そして、キャッシュレスの雑誌と、ゲーテというホリエモンが載ってる雑誌ですね。それでは早速、まずポイントの残高から見ていきたいと思うんですけども、翌日にポイントが反映されるので、こちら1979ポイントが今残ってるような状態になっております。で、なんで2500ポイントじゃないのかっていうところを見ていただくと、次のこちらなんですが、僕以前の動画で、マクドナルド行ってるんですよ。で、その時に370ポイントもらってます。で、その後に個人的にセブンイレブンに行って、151ポイントもらってるようになってます。まあ、そういったのが全部差し引かれた状態で、で、今回のお買い物で1979ポイント、ユニクロと紀ノ国屋に行って、もらったということになってますね。そしたら、今回のキャンペーンというのがまだ5月6日までやってますので、もしやり方がわからないということであれば、僕の概要欄にも、説明、やり方とか載せてますんで、あと、マクドナルドで実際メルペを使った動画とかも載せてるので、もしちょっとまだ使うことにも抵抗があるなということであれば、まず参考にしていただいて、そこで使ってみるのもいいのかなとは思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。